はい、というわけで、2010年第5問、始めたいと思います。で、今回の問題設定は、くじが102本あります。で、当たりが2本で、外れが 100本あります。で、それで、くじがなくなるまで引きまくります。というわけですが、で、カッコ1、N 回目に、1本目の当たりくじが出る確率を求めましょう。というわけで、早速、知識のところで説明したやつを利用していきたいと思います。で、まず最初に、全体のくじの引き方をまず考えましょう。で、全体のくじの引き方は、当たりを丸、で、外れを×と表現します。ってやったら、この丸と×のこの、まあ、合計102個のこの並べ方と同じになるから、で、こう全体の並べ方は、102C2 で、っていうふうに出します。で、計算したら5151通りになります。で、ここの部分、どうだろう。102の階乗に、100の階乗と2の階乗を割るっていう方法でも OK です。でも OK。で、じゃあ次に実際にじゃあ N 回目に1本目の当たりくじが出るとき、出るのは何通りあるのかっていうのを考えていきたいと思います。で、N 回目に、1本目の当たりくじが出るのは、まあ、この並べ方と対応するわけです。なので、1回目から N 回目までは固定です。で、1回目から N-1 回目まではひたすら外れを引き続けて、N 回目でやっと1本目ってなるわけですが、で、N たす1回目から102回目までは、まあ、ぶっちゃけどうでもいいです。なので、この四角の中だけを考えます。で、残ってんのが、丸1個と×たくさんなんですが、で、まあ早い話、まあちょっとこれ考えるのめんどくさいんで、たくさんで、まあこの四角の中のは、まあこれの並べ方を考えるだけで十分なんで、まあ、なんで、この N たす1、 N たす1と、N たす1回目と102回目の中にどんだけ丸を入れるスペースは何個分あるのかっていうのを考えれば、大丈夫です。で、その次の並べ方は、まあ、ちょっとこれ先に結果言った方が早いな。102-N 通りっていう風になります。で、ここでちょっと俺今謎の計算したんですけど、じゃあこれ何やったのかって言ったら、そうですね、例えばどうやって買うのかな。そうだ、じゃあ例えば、そうだ、例えば2回目から7回目までとか、ちょっと。2回目からちょっと間に7回目をちょっと入れたんですけど、で、その時にここのね、この間のここの2から7個のこの×の個数、じゃあ何個なのかなっていう考える時に、
ちょっとこのかいい考え方があるんですけど、そうだね、どういうふうに書こうかな。まあ、かやはりこれ使ったんですよね。例えばこの M 番目から N 番目、あ、具体的に言ったらまあ2回目から7回目とか、まあそういう、でもちろんこれ 連番になってるのが、まあ使える条件なんですけど、で例えばじゃあこの2回目から7回目までのこの×の個数何個かなとか、そういうのを求めるときに使うのがまあこいつなんですよ。大きい数字から小さい数字を引いて、それに1加えるっていう感じですね。でこれで求めることできるんですけど、じゃあなんでこういう風になるのかなっていうと、俺らは、まあ、日常的にね、1から、まあ、数えたらその一番最後に言った数がそのままその個数になるっていうのはまあ常識的に知ってるわけですよ。そうだな、例えばじゃあこっから、まあこっからまあ7番目まで数えたら、バツの個数何個かなって、1,2,3,4,5,6,7 ってなるんだけど、でまあ最後に言った7がまあそのままバツの個数になるっていうのはまあみんな誰でも知ってるわけですよ。でまあそれを利用して、じゃあちょっとまあこの式になるっていうのを、じゃあちょっと軽く示してみましょう。そうだ、めんどくさいね、丸で書きまくろう。まあちょっとめんどくさいんで全部丸で考えたんですけど、でこっから俺らが欲しいのはこっからここまでなんですよ。この間の個数欲しいなって、でそれを求めるのに、に全体こっからここ、この全体のこの白からこのいらない分こっからここまでをさっぴいて考えるとちょっと分かりやすいかな。例えば、で、なんかおかしいなって思ったらこれ間違い、N 番目から N 番、そうだ、こっちがあればいいんだ、そりゃおかしいよ、こうだ、失礼しました。はい、失礼しました。で、まあこの間の個数は、まあ 1から数えたら、じゃあ最後に数えたこの N の数がそのまま個数になるっていうのは分かっているわけですよ。だから、まあ N 個から、まあこのいらない分、赤の部分は、まあ、N じゃねえや、M-1 個だ。M-1個あるんだから、これ。で、これを、このマイナスを取っ払って、カッコ、開いたら、まあ、こういう風になって、まあ、これがちょうど、この四角の部分の個数になるっていう、まあ、こういう考え方なんですよ。で、まあ、これを利用して、まあ、ここのやつを
まあパパッと、まあ、まあ出したわけですが、まあこのね、この個数のこの考え方っていうのは、まあ数列の問題とかでもかなり威力発揮するんで、まあこれもぜひとも使えるようにしてください。まあこれ最初に言っときゃよかったな、正直。で、まあ話がそれましたが、で、まあよってまあこの引く確率っていうのは、まあ分母分の分母が全体で、で、まあ分子がそのなんつうんだ、この求めたいやつのまあ取り方ですよね。だから5151分のまあ102-N で、これが答えです。で、まあせっかく N って出てるんで、まあ N のところもちゃんと答えて覚えてあげましょう。で、で、まあこれで、カッコ1おしまいです。で、カッコ1が解けたらもうカッコ2はもうほぼ、まあ解けたも同然なんですよね。で、まあ、ここのね、最初のこの非復元抽出におけるこの基本的な考え方っていうのが分かっていれば、この問題は難しくないです。じゃあ、カッコ2に行きましょう。